画面の前の皆様、こんにちは。メルカリでございます。チコさんでございます。チコさん。チコです。よろしくお願いします。なんと、はい。見てください、ここ。ん？いつも違いますよ。違いますね。そう、我々、あるところに来てます。ここに来ております。はい。そうなんです。なんとですね、はい、デッドバイデイライト、前8月にね、はい、あの実施したコラボカフェあります、ね、はい、あのスカイツリーの下でやられた、はい、ソロマジツリーで、はい、なんとあれ大好評だったと。おー、大好評だった。いやー、あの紹介動画やりましたよね。いや、やりましたね、はい、あの流れてましたよ。あ、流れてましたね、あの店舗でね、流れてましたよね、はい、あれのなんと第2弾。はい、はぁ、あ、来ちゃいます。前回めっちゃ食っていただきましたけど。めっちゃ食べましたけど。今回もありますよ。はい、そんなわけで、この大好評だったデッドバイデイライトのコラボカフェが、東京ソラマジツリービレッジと、はい、なんと、大阪。コンセプトカフェ大阪バイスイーツパラダイス。こちらでパワーアップして開催する。なるほど、大阪にも。はい、そういうことなんですよ。素晴らしいです。東京と大阪。やったー。はい、大阪の人もこれでね、簡単に行けると。行けますからね。いうことなんです、はい。で、本日はこのカフェメニューに合わせて、はい、新規書き下ろし、デフォルメミニイラストを使用した販売グッズとかの紹介です。なるほど。いうことでですね、グッズの紹介もあります。前回もそうだったんですけど、うん、今回はめちゃくちゃ本気出しましたって前もって言われてたんで、はい、ちょっとワクワクしてます。でもめちゃめちゃ気合い入ってるらしいです。とんでもないことになってますよ。で、開催日程はですね、はい、1月12日水曜日から、はい、2月28日月曜日が東京スカイツリータウン空町西4階テレビ局公式ショップのツリービレッジにて、はい、でそして1月13日木曜日から、はい、2月13日日曜日まで、はい、こちらがね、大阪の方のコンセプトカフェ大阪バイスイーツパラダイスで開催されるということなんですね。割と年明け早々な気が。そうですよ、年明け早々ね。楽しみが増えますよ、これは。いやー、はい、まあ、詳しくはね、概要欄に、ね、貼ってあると思うんでね、はい、そちらもね、特設サイトですね、ちょっと参照していただきたいなと思います、はい。まあ、早速じゃあカフェメニューのね、いっちゃいますか。もうだってお腹空いてるでしょ。いや、もう何も食べてきてないんですよ、今回これは。はい、いっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。まず、はい、1品目、はい、来ました。来ましたよ。いやー、うわー、ドワイトが真ん中に、はい、来ました。なんと来ます、ね、ドワイトのピザ、ピザドワイトハッパットのピザ、はい、ね、来ましたね。来ましたね。これ、まあ、皆さんね、あの、よく、デッドバイデイライトやってる方だったら分かりますけど、ドワイトのこのなんかパーカーみたいな。そうですね、ありますよね。で、後ろに、まあ、これね、まあ、我々もそうですが、そうなんですよ。これ後でまたね、紹介しますけど、そうですが、これ、ピザが、はい、ありますけども、このピザを再現した、っていうことなんですよね。なるほど。はい、なのでここにドワイトが。ドワイトが。ということになってますね。ああ、美味しそう。これね、まあ、ピザですからね。ピザですからね。ちょっと、じゃあさ、一品目からピザというね。いいんですか？一品目からというピザ、もう、かなり飛ばしてきてますけど。いや、もう飛ばす準備も。早速。大丈夫ですよ。食べていきます。よろしいでしょうか。いただきたい。私、ちょっと食べれないんで。大丈夫ですか？ベルグラさんの口に突っ込まなくて大丈夫ですか？もう、めちゃくちゃになる。じゃあ、ちょっと、すいません。いただきます。はい、かぶりついた。うんうん、いやうまい多分僕以外の方だったら、うん、絶対お腹いっぱいになりますし、何か噛み応えがすごいす、ね、これね、一人で全部食べるみたいになると結構、ね、結構なあの量になるかもしれない。ボリュームもあって結構こう大きめの男性だったらペロリでいくと思います。間違いないです。おこれ一応ね、成分としてはですね、サラミとかが、ね、入って、トマト入ってますね。はい。はい、まあ、本当に、うん、ザ・ピザと、って感じですね。ドワイトの気分を味わってください、これでね。いや、もう味わえますね。おドワイトとピザ、両方。両方味わう。あとさ、どうですか？はい。
食べてる時に感想聞くんですね。もぐもぐしてる時にどうですか？何もないと思うんですけど。チーズの味が濃いですよ。チーズが濃いらしいです。あとやっぱ噛み応えが一番あって、ぜひ食べていただきたいですね。この生地は結構もちもちな感じなんですか？どちらかというと、うん、もちもち感を残しつつ弾力が若干あるかなと。なるほどな。ちょっとこれはもう実際ちょっと食べていただきたいですね、皆さんにね。はい、こちらが1品目でしたね。次もなかなか面白いですよ。あれ？おっと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 、来ました。じゃーん。ワナバーガー。ワナバーガー。ワナバーガー。あの、もう、これ見て察しましたけど、はい、タール塗られてません？いや、まあ確かに。一応ここにワナがプリントされた、はい、プリントというかね、描かれた地図があるんですけども、このワナはね、タールによって見えづらくなる。そうですね、真っ黒ですね。ここのね、なんかバンズの部分が黒っぽく。大丈夫ですかこれ、うん。挟んだ状態で食べて、ワナ起動しないですかね。もうガチャン。舌噛んじゃいますね、これ。うん、ガチャン。もう、舌が偉い。すごいな。はい、その時にね、こうやってね。絶対美味しいじゃないですか。もう絶対美味しいですよ、だって。美味しいものしかない。いや、これ。ここにトラッパーのね、敷物もある。ピザからスタートして、バーガーですよ。これ、膨らませに来てません？しかも、この、もう見て、皆さん分かる通り、いや、もう。このね、バーガーの厚みね、結構。すごいですよ、ガンと。これ食ってトラッパーみたいになるってことですか？うん、ムキムキに。トラッパーこれじゃ足りないから、このトラッパーを食おうとすると。10個ぐらい食べないと。うん、トラッパーなんてものすごい気味ですから。これでね、見れますからね、トラッパー。キンキンなんですね。なんだろうな。では早速。いただきたいと思います。確かに。これ僕結構一口でかいんで。そうですよね。もう全力でちょっと被りつきたいなと思います。はい、ちょっと下噛んだらベルクラさん、ちょっとサポートお願いします。わかりました。合わせてください。いや、すごいっすよ。片手じゃ持てないです。しかも、もうソースの、なんかもう、匂いがね。あ、すごい、濃い。ああ、いい匂いしてます、ソースの。ちょっと、ポテトもそこにあるんですけど。なんかポテトも、セット。わんぱくだな、ポテト一緒に。二刀流ですよ。わんぱくだな。穴持って、武器持って。ちょっと、いただきます。はい、どうぞ。あ、動かない。お、どうですか？あ、バーガーに届きました。届いてないです。まだ届いていない。届かせます。はい。届かせていく。ほっ。おう、うん。うん。噛んだ。気持ちいい噛み方。やばいっす。お、何がやばいですか？ソースが、はい、そう、二重にあるんですかね。二重にある。照り焼きソースと、照り焼きソース、プラス、はい、なんだろう、これ。マヨネーズかな。なるほど。なんかすごい、それが、絡み合って。うんうんうん、この照り焼きソースが、はい。シャキシャキとして、入ってるんでしょうか。そしてレタスもシャキシャキ感ですよ。なるほど。そして、お、ハンバーグが思ったより肉厚で。やばそうです。見た感じそうですからね。僕も結構口大きい方なんですけど、はい、なかなかこう、上まで到達できますし。しかもこの、罠がこう、ちゃんと書いてあったチーズ。はい。なんかバーガーの上で溶け合ってるというか。いや、本当に、すごいですよね。もう、あ、そうなんですよ。最初だからこう、パッとあってね。まあ、そうですね。絵があるって感じだけど、こう。なんか食べ始めるときっちりちゃんと溶け合ってんのが噛んだら溢れてくるんですよ。最初なんかソースだけかなと思ったんですけど、ソースとチーズが合わさって食べるっていう、ね、いや美味しい、なんかいや素晴らしいな。ポテトの一口食べてるんですか？美味しい、はい、これはやっぱ生存者の血なんですか？血の味がしますね。血の味はするわけないんですよ。でも普通にもうこれは間違いないです。いや、間違いない。間違いないです。間違いないハンバーガー。ワナバーガー。めちゃくちゃ美味しい。で、これ、照り焼きソースだっけ？照り焼きソースだ。なんかちょっと。そうですね。成分見る限りだと。そうなんですよ。まあ、本当にトマト、レタス、チーズ、照り焼きソース。いや、なんか、照り焼きソースプラス、なんか、マヨネーズが絡み合ってるかのような、なんか、濃厚さがある。濃厚さというか、深みがある。深みがありましたね。素晴らしい。いやー、これ美味しいな。これはね、ちょっと次にも期待します。いや、次のメニューもなかなかのものが来ますよ。ヘビー。はい。ヘビーなものが。来ました！なんと、カレー
カレー、堕落のカレー、なるほど。というわけで、あの堕落の介入という、はい、ありますね、ダークガネプレイグの爆弾とか、それの、はい、カレーと、なんとこのビルに入った時からカレーの匂いがすると、はい、匂いがすると、そんなわけないんだけど、そうなんですよね、もうすでにカレーの匂いしてたぐらい、おそらくこれに感づいてたわけですね。おそらくあるのかなと、入った瞬間に、うん、もうこれはカレーが今日のメニューにあると、まさにカレーがあったわけです、カレーがあったわけですけどね。堕落の介入でブロックされている発電機をイメージしたカレー、はい、真ん中に発電機は、そう、そしてあれはないですけど、プレイグがここにいます、いいですね、はい、実はちっかりちゃんといるんですね。で、発電機もすごい、実はね、ちょっとカメラだとあれかもしれないですけど、細かい、そうですね、はい、表現になってます。これを食べる人は2分間待たないといけませんね冷めるだから出された人たちシュールですよね、みんなカレー頼んでるとこまだカレーか、そこまで意識高い、ね、客層になるか分かりませんけども、ここでちょっと2分待つだけにいきません。そうですね、じゃあ畜さんはもうここのビルに入った瞬間からこのカレーを感づいてました、食べたそうにしてた。早速ロックされてる真ん中の発電機にちょっとルーをかけまして、はい、分かりました、ちょっといただきたいな。黒カレーと、黒カレー、はい、でマッシュポテトもついていて、唐揚げ、これで30秒消費だ、いただきます。出ました、濃い、お、うまい、濃いのいいですね、濃いですねこれ、うん、濃いのいいですね。あ、飲み込んだ瞬間若干ちょっとピリッと、お、辛さもやはりね、カレーですからね、うん、口に含んだ瞬間はもう味の濃さを楽しめて、うん、飲み込んだ瞬間に若干ピリッと、あ、なるほど、すごい2種類楽しめます。黒カレーのいい匂いがずっとしてるんですよ。大丈夫ですか、違う、口に突っ込みますか、めちゃになりますから、ここがめちゃめちゃになる、普通に美味しい、普通にてかうまい、うまい、このエンティティ、エンティティ、そうね、その堕落を防いでいるエンティティの、ね、触手、そうですよ、これも一緒にそんな感じでいく感じなんですね、こんな感じで、で、下についてるこれが、はい、マッシュポテト、マッシュポテト、マッシュポテト、はい、いただきます。そういった堕落の会員を食している堕落のカレー、味変わります、味が変わっていく、味変わるっすよ、むしろ味変していく、そのエンティティブロック、あのマッシュポテトが甘くて、はい、なるほど、マッシュポテトによってね、はい、甘さと濃さがこういい感じにマイルドになりますね、美味しいっすね、このカレーのうまさでチクさんもどんどん堕落していくこれ別の意味の堕落、別の意味、もうね、くっちゃね、くっちゃねしてしまうレベルの美味しさということですね、はい、多分3種類楽しめますから味、なるほど、あのそのままと、エンティとそのままと、はい、あとマッシュポテトと、はい、カレールーとあと唐揚げ、なるほど、一緒に食べていただいて、はい、いやすごいいいですね、本気を感じます、堕落のカレー、まさかこの発想に至ると、至るとは、さあ次いきましょう、はい、次もなるほど、もうどんと来い、さあ来ましたおばあちゃんの料理本から美味しい特製チリドッグ、はい、おー、なるほど、まあ、確かに、あのおばあちゃんの料理本ってなんか中身、はい、人肉のレシピがある、そうですね、人肉料理のレシピ本っていうね、ありましたね、これはおばあちゃんのマップに飛ばされるやつですよね、これをこれをメニューにした、なるほどだからこのハグが、ね、います、ここに、はい、そのおばあちゃんの料理本に収録されてるであろうチリ料理、はい、チリ料理、あ、実際にね、これは多分おばあちゃんがこのハグがね、あのおそらく作ったことあるんじゃないかな、おそらくそうですね、うん、なんかいっぱい作ったことがあるんだと思いますよ、出ますからね、はい、結構なボリュームだと思いますけども、ちょっと食していただきたいと思います、絶対溢れます、これ、うん、もう溢れてます、すでにもう溢れてます、すごいうまそう、でもこのボリューム、このボリューミーですよ、うん、ちょっと持ってみていいですか、はい、あ、すごい、おーっともう持った時点で溢れた、これ溢れましたよ、
しかもこれおばあちゃんわんぱくだったんでしょうね。僕の口周りにすごいつきそうなぐらい肉厚というか厚いです、はい、このハグを倒しまして、あの旗は旗はちょっと真ん中の方に差し直しまして、そうですね、なるほどなるほど、倒さないチャレンジを、すごいですね、ちょっといただきたい、はい、いただきます。さあ来た、旗を倒さないチャレンジ、すぐ倒れた。大丈夫ですか？いやだから笑わせるからいやいやいや、でもタワザネチャレンジいきます、パターンでしたから、もうその口に箱出しがパターンでしたから、すごいフラグ回収早いなと思って、でっかいソーセージが中に入ってですね、これ実はね、ちょっとカメラに映ってないのかもしれないですけど、はい、とんでもなくこの肉厚というかね、厚い太いソーセージが入ってるんですね、この中に。上に乗っかってるのがこれ、豆ですかね。そうでしょうね、これは。うん、で、チリ。チリドッグというか、ドッグとなってるみたいですね。はい。噛み応え抜群ですね。豆にソーセージに。これだけで、はい、まあ、女性の方結構お腹いっぱいになるんじゃない。お腹いっぱいですね。うんうん。ストレートもついてますからね。はい、ついてますし。はい、次に。次に。次。はい。次もなかなか。なるほど。次もなかなかですよ、チクロさん。4種紹介しましたけど、まだ。まだありますよ。本気が。いやいや、気度こんなもんだよね。お、来た。はい、来ました。今回は。あ、これは、リージョンの。そうです。アドオンですかね。リージョンのホットケーキ。リージョンのアドオン、リージョンのバッジ。スマイリーフェイスのバッジを再現したホットケーキ、もうすでにめっちゃいい匂いしてます。めちゃくちゃいい匂いします。カレーの匂いを打ち消します。衰弱と視覚消失ですね。はい、そうですね、そうですね、アドオンですね。そしてなんか深でを覆うと画面若干黒くなるじゃないですか、うん、はい、この黒さをこの黒ソースでこう再現される、そこまで、これはスマイリーバッジを丸々食べた方がいいのか、なんか切断した方がいいのか、ちょっと。これはやっぱりこのホットケーキにやはりこの絡めて食べる。そうですね。まあいいのかもしれませんね。そしてイチゴもあります。はい。で、チョコソース。チョコソースと、ね、ホイップとかね。ですね。さあ、ちょっとね、プリントされてるのもったいなく感じますけどもね、綺麗にリージョンのアドオンが表現されてますよ。半分切るの心苦しい、心苦しいけども、けども一口ではいけない、これはそうです、はい、見せてはいけない絵面になってしまいます。そうですよ、リージョン倒さないように乗せまして、乗せていく、そして食べます。はい、お願いします、はい、ちょっといただきます。お、ソースもついておりますよ。ちょっとソースも絡めて、うん、程よい甘さです。いい甘さだと、甘すぎないので、うんうん、なんか全然食べやすいというか、甘いもの別に苦手な人もね、そうでも全然、というか、まあ、別にそんなに、うん、あの得意じゃなかったとしたって、自分でつける量をね、はい、調整して、調整して食べていただければ、ね、いいのかなと思いますね。ちなみにこの後ろの3枚目のね、はい、そうですね、いちごも乗っかって、はい、おりますので、合計3枚入ってると。ですね、逆に1枚をそのまま食べて、うん、で2枚目をホイップつけて食べて、うん、で3枚目をイチゴと一緒に食べる、なるほど、組み合わせができますね。チクソン的にはその組み合わせ、はい、やりたいですね。ということですね。はい、いやすごいな、すごい、ね、組み合わせがまさになんかアドオンつけるみたいな感じですよね。そうですね、アイテムとかに、確かに確かに、これだけではありません、まだあります。さあ、来ました。あれ、なんとですね、なんと見覚えありますよね。なんかあります、見覚えありますね。この脱出だケーキって前回のコラボカフェでもありましたね、あったと思うんですよ、はい、なんとその脱出だケーキがバージョン 2.0 と、なるほど、バージョンに合わせてきましたか。はい、パワーアップしてきました。確かになんかちょっと高さが増してますね。うん、そうですよね、このしっかり高さが出てる、すごい食べやすいそうだな。中が非常に気になるんですけども、これ結構前回大好評だったらしいです。脱出だケーキ。まあ、サバイバーが大好きなね、脱出だケーキがアップして登場。100% アップですからね。そうです。経験値がね、BP がいっぱいもらえますんでね。め
こちらをちょっとちくのむさんに食していただきたい。食して。ちょっとじゃあ。ちなみに、中にはいろいろと入ってるみたいですよ、これ。じゃあ、ちょっと、皆さんに見える感じで切りましょうか。チョコチップだったね。ちょっとですね、散りばかられるんで。どうしましょうか。切りますね。はい、切りました。いきますよ。これで。これ見えるかな。なるほど、そうなんなるほど。はあ。はい。下はスポンジケーキ。上はムース。かクリーム。中はあ、ムースかクリームでストロベリーとか、まあなんか入ってる。いや、これでも、すごい。メルカリさん、すごいっすよ。おわ。断面が。すごい、綺麗。美味しそう。美味しそうですね。ここのムース、スポンジの上のところとかも。じゃあ、いただいちゃっていいですか。はい、いただきます。はい。はい、前と違う。前と違う。ここの部分あるじゃないですか。はい。この中の。はい。はい。プリンみたいな。あ、なるほど。そこが、じゃあ、いわゆるクリーム。今日考えた。とかなってる。ところですかね。うまい。なんかスポンジと比べてこの厚さすごいですよ、ね。いや、厚さもすごい。スポンジからなのかな。しかも綺麗ですね。はいはい。あ、これは脱出したくなりますわ。これで一応この上の脱出のやつも食べますけども、行ってみましょうか。せっかくなんで、ちょっとポイント欲しいんで、脱出していただいて、チクネさんには、メルさん、はい、口の周りにクリームがつく可能性があるんで、よろしくお願いします、はい、いただきます。それ拭き取ればいいですか。それよろしくお願いします。いただきます。ちょっとどう食べましょう。食べた。モナカのシャリシャリ感が、ベストマッチ。お、いいコメントいただきました。ベストマッチということで、次もあります。また何か進化させました。進化は止まりません、このコラボカフェ。いや、次行きましょうか。全部うまいんですけど。はい、すごい美味しい。はい、来ました。おっと、なんか見覚えがある。見覚えがあるでしょうか、皆さん。前回もなんかちょっと進化してますね。はい、こちら生存者のプリンバージョン 2.0。 なるほど。ということでですね、前回もこれ大好評だったという、あの生存者のプリンがよりリアルになって登場、はい、なるほど。だからもう、指の部分、指がそうですね、加わってますね。とんでもないリアルさを出しております。うわ、すごいな。まあ、生存者のプリンってね、よく見るとね、これね、よく見ると指とかね、目玉とかあるんですけど、それを再現しているということです。はい、いただいちゃっていいですか。もちろん。いただいちゃいます。大阪の方でね、食べられてない人たち、そうですね、今回食べれるということで、ぜひ私の顔を見て味を予想する、予想してみてください。じゃあちょっと新しい指からいきますか。やっぱクラウン好き、そうですね、赤毛の小指。赤毛の小指なんすか。アドロンでありませんでしたっけ。あ、そっちのアドロンなんですか。そうです。いや、ここに毛入ってんのか。そんなこれはやばいですよ。お、なんか絡めていきますね、指に。そうですね、指に絡めつつ、クリームを絡めていく。ちょっとあり硬いかな。ちょっといただきます。まず指だけを食べていく。お、天才です。天才が来ました。これは指うまい。指うまいはかなりやばい発言ですけど。いや、指と指うまい。指とクリームのスナック感があるんですけど、指に。うんうん、それとクリームがうまく混ぜ合わさり合って、美味しくないわけがない。美味しくないわけがないじゃないですか。ちょっとじゃあ目玉の方も。目玉の方はですか、はい、白玉だったんです、前回はね。前回は、うん、今回は本物の目玉が欲しい。それもなかなか結構危ないんですけどね。じゃあいただきます。お、ちゃんとプリンの部分を作って、はい、いただきます。おーっと、うまきた。いや、これも多分、先ほどのチリドッグとか、あとホットケーキとか、いろんな味楽しめますよって言ったじゃないですか。はい、これも多分楽しめますよ。
なるほど。プリンしたじゃないですか、うん、でクリームの量もすごいあるんですよ、はい、なのでまず指にクリームをつけます、うんうん、でそのまま食べます。なるほど。これがまた一つ目で白玉とクリームいただきます、うん、これが二つ目。なるほど。でプラスで指と白玉プラスクリームとプリン、それを一緒に食べると。なるほど。味の変化が楽しめますな。私てっきりこの、はい、目玉うまーから始まるのかと思ってました。あ、そして、はい、あ、これがカラメルソースが、じゃあこれ絡めて、え、はい、食べていただきました。これがこれすごい食べ方4、5、6種類ありますよ。これ食べ方のバリエーション増えていきますね。いやこれはもう一回目玉と言ったら目玉と、そうですね、絡めて目玉と絡めてちょっと感想バンとバンとバンと言ってほしいですね。いただきます。じゃあちょっとたっぷり、はい、たっぷり取ってお願いします。いただきます。目玉うまい。はい、来た。目玉がうまい。あ、うまカラメルソースをかけることにより甘いものって、うん、全体的になんか濃い甘さっていうのが、うんうん、あるじゃないですか、はい、ないです。おなんか甘すぎず、なるほど、さっぱりとしてるみたいな。なんかこれ前回もそういうね感想がありましたよね。それに甘すぎず、うん、指も加わってるんで、指も加わってるっていうのがちょっとあるんですけどさらにそこにサクサク感が追加されて、はい、進化してるということですね。素晴らしい、うん、ありがとうございます。いやもう美味しいです。これしすごい美味しい。生存者のこれだけではありません。え、実はまだあります。ほう、最後に何でしょうか。はい、最後に食べるものはこちらになります。でっかいでっかい。さあ来ました。じゃーん、でっかいですね。最後に食べるのはこれですね。エンドコラプスを再現したパフェ。前もでもなんかパフェみたいなのありましたけど、ちょっとなんか違う、うん、違いますね。そうですね、あのいろんなもの載ってますけどね、うん、これはエンドコラプスを再現されたということで、はい、エンドゲームコラプスはね、まあ最後、うん、脱出早くしないとね。そうですね、コラプスにやられてしまいますから、そしてなんか地面にあのオレンジ色の線が見えるじゃん。そうですね、ちゃんと再現されて、ね、でバンと出てきてね、生存者はそれにまあ取って食われるわけですね。食われてる、ガン食われる直前ですね。いや、クローデッドモレルですよ。ベルガさんうまい。クローデッドモレルの新しい髪型みたいな。そうですね、なんかありますよね。なんかあるでしょ、かっこいいな。こういうの。モレモレガン。これ、クロちゃんのシール貼れば完璧じゃないですか。こちらの方はちょっと食べていい。クロちゃん食べていいですか。はい、大丈夫ですよ。ちなみに、チョコアイス、はい、オレンジソースとか、チョコソース、そしてブルーベリーもあるんですね。あ、ブルーベリー、あ、本当だ。チョコホイップとか。で、コーヒーゼリーが出てました。はぁ、あ、すごい悩むな。そうですね、これ、いきなり下の方は救えないので。救えないので、ちょっと上から鍋なので。ソースがかかってくると、アイスを一緒に。あ、でも取りやすい。お、いただきます。はい、どうぞ。うん。お、オレンジソースが絶妙に。ああ、いいですね。オレンジの。アクセントが出てるのは。ほのかなんですか、酸味というか、うん、となんかアイスの甘みがすごい絡み合って、色合いもすごいいいですもんね、うん、めちゃくちゃいいですよ、うん、お、アイスの部分、ああ冷たい、お冷たいアイス、うん、いい、冬に食べるあったかいところでね、ああアイスうまいですよね、これ美味しいですよ、ね、これ下の方行きたいですね。掘れば掘るほど楽しみがね、どんどん深掘りしていきますから、やっぱり皆様にお届けしたいので、ちょっと掘ってみても大丈夫ですか。ちょっとすいません、ちょっと掘っていきましょう。ちょっとこのコラプスをちょっと食し、はい、しまして、おコラプスとアイス一緒に食べれば、おオレンジソースのともにいただきま す、 いいです、ね、あっ、おお、どうしました。今コラプスに攻撃されました、ね、コラプスちょいちょい来ますからね、あれ余分なところで、された下がさあ、オレンジソースチョコ、いや、おチョコホイップ、ホイップ、皆さん、はい、これうまいじゃないですか、絶対。何が発掘されましたか、そこに。なんかスポンジが出てきましたよ。そこに新たな層があると、だからあれでしょう、はい、エンドゲームコラプス、地面のなるわけですね、はい、おそらくですね、はい、これにさらにクリームとアイスと絡め合わせて、はい、
コーヒーゼリーはだから深淵の部分です、ね、いや深淵届かないな。なんかコラプス、まあ、エンティティと言われる存在というのはね、未だ抽象的な表現にしかないんですけど、ね、おやばいですよ、到達しました、到達しました。おこれうまいじゃないですか絶対。もう食う前からうまい、うまい、うまい、どっちにしろもう食う前からうまい、うまい、甘さの後の、うん、ほのかに苦手かな、あこれはいいな、甘さを感じさせて苦味で締め、ね、そしたらまた甘いの食べたくなる、で中間層のスポンジで、うん、さらにのちょっとなんかケーキ感というか、うん、出しつつ大人な味。なるほど、まさにこれがエンドコラプス、めちゃくちゃうまいということですね。いや天才だな、天才の発想来ましたね、来ましたね、まさかこんなね発想に続いて、いや、はい、はい、食べるのはこれで最後と言いましたが、はい、ドリンクの紹介にします。まあ、カフェといえばもうね、一回食べて、まあ、やっぱ飲むものもね、ありましたからね、必要になってきますね。前回もね素晴らしいものが、ありましたけど、今回も素晴らしい飲み物が、はい、ドリンクがあります。なるほど、さあそのわけで、はい、今度はドリンクメニューというわけで、ずらっと多いときました。多いし綺麗、そう、もう見てわかると思うんですけど、結構すごいものがあります。いやーもう、これ、これ見てください、この、ふわふわ、ふわな、やつがありますが、はい、これがなんと寸劇のトニック。いやーこれすごいな、はい。もう感づいてる人いますけど、寸劇のトニックと言ったら、チクさんが大好きなやつが、はい、いやもうこれ、はい、クラウンと、クラウンですよ、いうことですね、クラウンがね、ここにいます。いやもう炭酸が溢れ出してますもん、はい、ここが寸劇のトニックの、そうですね、まあ、あの色を表現していると、そして、うん、上が炭酸がふわーんと、このね投げた時にふわーんとしてますからね、してますからね、それが表現されているということで、こちらをちょっと飲んでいこうかなと。今回ベルクラさん飲めますからね。私飲めます。はい。一緒にいただきましょう。じゃあちょっとまず飲んで。まず、そうですね、いただきます。うん。あー、これがクラウンの。これがクラウンの瓶の中のあれか。味だったんだ。うめえ。あんなまずそうなのにこんなにうまいんだ。なんで今まで生存者これやってきたんだろう。ゲホゲホ。こんな。すごい。美味しい。うまいんだ。で、この成分が、レモネードになって、はい、上に皆さん乗ってるのが気になってるのが、綿菓子。綿菓子これは、もうちょっと畜産じゃないと、私ちょっと食べれないです、ね。なるほど。これ下手したら、この下に溶かせるんじゃないかっていう。なんか溶かしてさらに甘み増す。甘みを増すんじゃないかっていう。ぐいぐいいきますから、あ、投げちゃダメですよ。投げたらもう。そこまで再現するのもよくないですけどね。あ、いや、ぐい、ちょっと、あと、もういっぱいあるんで、ぐいぐい聞いたわけですけど、どうですか？いや、これ、飲みやすいですし、綿菓子、これ、ちょっと、かじってみますよ。かじってみますか？はい。お？で、この後に。この後に飲む。ああ、いいですね。良きです。なんか、もう、綿菓子の、なんか、繊維を若干感じながら、繊維を感じながら、飲むと。やっぱ、あれですか、この、綿菓子が、この中で溶けますか？溶けるんですよ。溶けた後になんかその砂糖のなんか甘みというか、うん、やっぱ綿菓子って口の中で溶けるっていう感覚がね、はい、それもありますし、たまんないじゃないですか。でそれをこのジュースで溶かすっていう、このね、罪深い、罪深いよこれで若干下に砂糖のザラザラが残る、いや罪深い、それを掘ってる間に砂糖感じながら飲み込むと、あれですね、ぜひあのコラボカフェ行った際にもうね、いやもうさんは多分もう、はい、もう多分これ丸ごと口に入れて、飲んで、うえ、いや、ただ咳き込んでる人なんですよ。本当に、ただ咳き込んでるし、そこらを食べて。みんなそれがクラウンの真似か気づくかわからないんですけどね。そして隣にあるのが、じゃん、前回好評だった、チクさんにも好評でしたけども、はい、メロンソーダ。そうだ。そこに、はい、書かれてます、アローン。これは、化合物。21です。強いやつ。まあまあ、ちょっと途中で弱体化しました。弱体化しましたけれども。さあ、メロンソーダ、いただきます。うまさは弱体化してないだろうということですね。うん。うまさは弱体化していません。弱体化していません。いや、うまい。さらに、上に綿菓子が乗っている。はい。そ
罪深い。罪深い。これまた食べて、死の突進をしていく。死の突進をしていく。メロンソーダに。食べて、はい。お、いやー、すごいな。なんか、うん。なんかドリンクに細かい氷があるタイプのやつあるじゃないですか。はい。なんか綿菓子でなんかそれが再現されてて、なるほど。で細かい氷噛み砕かないと飲み込めないみたいにして、うん、綿菓子だからすぐスッと入っていけるみたいな。うん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 。やっぱりこのメロンソーダで、はい。綿菓子を溶かして、溶かして、罪深いします。罪深いですよこれは。いいですね。死の突進。死の突進でガンガン攻撃しちゃうな。うん、いやこれはね。うん、血糖値上がって死の突進ですよ、ほんと。血糖値上がって、上げてどうするんですか。すいません、次、これ皆さん特徴的な、はい。これも、いや、これちょっと気になってると思いますよ。気になってたんですよ。これなんだと気になってる人いると思うんですけども、もう気づいてる人いるんじゃないですか。いや、もうでっかいなんか注射器が、緑臭ってなんか刺さってますけど。刺さってますね。これでも、あれじゃないですか、アドレナリンに見えますけど。はい、ここにね、ついてますね。アドレナリンの、これはエナジードリンク。エナジードリンク大好きです。やっぱね、心臓に見立ててるんだと。いや、そうですね、赤なので。はい。そうですね。心臓にこのね、注射が刺さってるのがアドレナリンの、ね、デザイン。デザインですよね。それをもう完全に再現した。これも、これですか、はい、これ。なんか、チューってできるんですかね。いくの？ベルカさんできます。なるほど。ベルカさんできますよ。で、あ、でこれでアイスにこう垂らしていくと。なるほど、なるほど、なるほど。はあ。え、これってこれもらえるんだ。すごい。もらえないじゃないですか。もらえないでしょ。でもなんか、でも注射だから打つことができるからね。これで飲むことも確かにできると。アドレナリン感を味わえますよ。まあ、確かに確かに。これはそうですよね。ちょっと飲ませていただきます。はい、いただきましょう。うん。ああ、うん。もう走り出す。これは5秒間、バシャリです。5秒間、いつも 150% で。我々は走れる。疲労無視して。疲労無視して走れます。そして、そして心臓をいただいてください。心臓、どういただきましょうか。でその、まあ、スプーンとかじゃないですね、これ。これでいただくんですか。いや、これアイス吸い取れないでしょ。ベルカさん見てください、これ。それ何ですか血管みたいなやつ。それを食し方じゃないですか。一応ね、こう飾りです。でも、これで本当に吸えるあたり、こだわり感じます、はい。こだわりを感じますね。吸えるのはこれすごい。すごいな。いただきます。ちょっと、うん、酸味があるような、なるほど。気がしますね。うんうんうん、酸味がある。うん、エナジードリンクと合う。さらに加速しちゃいますか、これ。加速しますね、これ。8秒ぐらい。来ましたね。あ、うまいな。皆さん、元気が出なくなった時はね、コラボカフェ来て、ちょっとアドレナリン注入して、近くの、なんかね、デートスポットさんに行くと。そうですね。意外と、スカイツリーの下、そういうところ多いので、そうですね、一緒に飲んでみてはいかがでしょうか。さあ、次実はね、まだありますよ。まだ。なるほど。これでいきましょうか。よいしょ。じゃん。これね、唇が。なんか乗ってますね。唇が乗ってます。ビゴの唇入りソーダ。ね。見栄え。運を上げるアドオン、オハリング。そうですね。オハリングのね。これでフッ、ね、ビゴの塩。しやすくしたりとか。はい、ありますよね。塩漬けだから、ね。塩漬けですからね。お味の方は、どうですか、ベルクラさん。あ、クランベリー。はぁ、あ、はぁ、あ。ん？クランベリーこれ。ぶどうシロップだ。ぶどうシロップの。ぶどうシロップとソーダですね。うん、あ、美味しい。これに、塩漬けの唇をいただくと。そうですね。グミかな？あ、グミを浸して、あ、グミですね。ベルカさん。唇がそこに沈みました。唇すくいました。いただきます。あ、美味しい。ああ、普通にグミグミ飲んじゃう、これ、油断すると。グミは、いちご？
自分もうあれじゃないですか、多分このここに引っ張られてるじゃん、それでもあ、いちごですか、多分いちごかもしれないですけど、お一緒に飲むと抜群です、これ。なるほど、皆さんぜひ一緒に飲んでみてください。これもね、運が上がると思います。運が大幅に上昇しましたよ、はい、さあ、そしてですね、次紹介したいのはですね、はい、これ、はい、これこちらがですね、メメモリソーダのトリックスターバージョン、はい、ほう、もうトリックスターバージョンを、はい、トリックスターバージョン取り入れて、まあ、トリックスターのメメモリするときにあのいやーって投げますもんね、収録写真を。私もそれはオープニング自分でやった見ましたけどやったんです。ちょっといただいてみましょう。あ、うん、あ、これクランベリー、これはなんかソーダというよりクランベリージュースですかね。クランベリーだ。クランベリーですね、成分は、うん、はい、利尿作用はクランベリーと言ったら、うん、利尿作用やめてください、近いんですから。うん、お、うん、美味しい。甘さ控えめでいきたいんだったら、うん、そうですね、こっち、うん、甘さ控えめですね。あ、このアイスの部分はここと一緒なのかな。そうですね、もうあのこちらもちょっと甘さというよりかは、うんうん、なんかクランベリーにめちゃくちゃ合うかなとは思いますよ、うんうんうん、いいですね。トリックスター自体がね、割と新しめのキラーなんで、そうですね、入れていってということですね、うん、はい、次行きましょう。はい、次、ほう、あったかいやつ、これなんとですね、はい、カフェオ、あ、ホットカフェオレとホットミルクティーのラテアート、デフォルメアート。まあ、僕のカフェアート。あ、リージョンだ。リージョン。はい。こっち、ナース。ナース。はい。があって、こちらがまあ、ランダムで。ランダムです。はいね。ついてくるかな。で、ここに、エンティティカフェと。カフェでありますね。うん。ね、でこれちょっと、私ちょっと飲めないんで。あ、じゃあ、いただきたいな。もったいないかな。崩すのもったいないと思うんですけど、本当に綺麗にね、あの、描かれる。いや、もうすごいですよ。もう。いや、これなんか欲しいな。デフォルメのやっぱキラーちゃ可愛い。可愛いですね。本当に生存者釣っていくのかっていうくらい可愛い。さあ。もったいないですけど。そうですね。いただきます。すみません。すみません。ごめんよ。あったかいのね。狂乱しますね。狂乱してください。また頭の部分吸いましたけど。はい。いや、落ち着くな。いや、それ、発言がやばいんですよ。頭の部分吸ったけど、落ち着くのはやばいんですよ。いや、これは狂乱ですね。狂乱。狂乱ですわ、もう。あ、そうでした。と、ちくもさん、狂乱になってますね、それは。これ多分僕の方はカフェオレだと思うんですけど。こちらもちょっと行ってみますか。行ってみますか。はい。そして、じゃあ、ナース。ナース、はい。いただきます。はい、お願いします。よいしょ。カフェオレですなるほど、カフェオレ、まあこれのね、そうですね、ミルクティーもあるということです。これね、ちょっと今ここにないんだ。ほう、もう実はね、実は何ですと、献身のよどみ、献身のよどみ、献身のよどみ、あのプレイグの泉ですよね。そう、泉ですよね。プレイグの国士の都社に感染してしまうじゃないですか、はい、あれ。そうですね。ね、感染した時に、まあ、こう浄化のために使う。はい。それをね、浄化のために、ね、使う泉みたいなのね、はい、設置されてます。そう。献身の淀み、はい、がある。あるがあるらしいです。泉が。これがね、はい、ちょっとね、実際に行って、確認していただきたいです。献身の淀みがあるんです。これはじゃあ現地に行かないとわからない。そうです。何が献身の淀みなんだって、これワクワクしながらしていってほしいですね。はい。楽しいですね。まあそう、これが以上、デッドバイデイライトの、はい、ザ・エンティティカフェ、バージョンのね、2のメニューというふうになります。はい。素晴らしい数々でございます。すごいですね。はい。なんか、バリエーションめちゃくちゃ増えてますし、たくさん食べれるし、味もそうです、美味しいですし、してると、ね、しかもなんか ドリンクもめちゃくちゃ綺麗ですよ ね、 そうですね、今回も色とりどりだし、ね、ですし、思考を凝らして、さらにゲームをやってないとわからないようなコンセプトというか、あとやっぱりこのゲーム内から来る、ね、あのメニューになっておりました。はい、はい、さあ、続きまして、続きまして、はい、販売されるグッズの紹介をね、
はぁー。していきたいと思います。そういうことだ。